この舞台がこの役者さんの転機になったというようなシーンを幾度となく見てきてると思うんですよ、うんはい、ちょっと印象的なのは、うん、真剣佑くん、はい、こうやってもオーラが出てるんです立ってるだけでさっき、うん、真剣のことを綺麗って言ったじゃないですか、うん、もう一人とてつもなく綺麗な人がいるんです綺麗綺麗、はい、セリフの言い方がテレビドラマのままなんですよすごく聞きやすいんですセリフが聞きやすいうん、うんよろしくお願いします。よろしくお願いします。お二人は本当にすごい数の舞台を取材も含めてご覧になってるって聞いてるんですけど、長谷川さんは年間どれぐらいですか？今ちょっとコロナ禍なので見に行けてない部分もあるんですが、まあ70本ぐらいですかね。70？ はい。島さん。私100は行ってますね。年間100本以上は行ってる。年間100本って3日に1本ぐらい。だって週多い時で4回ぐらい見たりしますもん。長い間こう舞台を見てくるとやはりその役者さんが変わっていく様っていうのを見るじゃないですか、うんうんうん、この舞台がこの役者さんの転機になったというようなシーンを幾度となく見てきてると思うんですよ、うんうん、はい、ちょっと印象的なのは、うん、真剣佑くん、はい、キューゴージャスさんの舞台に出た時に、うんまあ、会見があって行ったんですよ、うん、で出演者の方いっぱいいて、うん、でマッケン君後ろにいたんですけど、うん、質問したら、うん、ってやらないと聞こえないぐらい声が小さかったんですよすんごい声小さいんですもう、ね、それは怖かったんじゃないですか違いますいや違う圧与えてないもんだってえそう圧与えてないのにそうだったから何年前の話ですか6年ぐらい前2018年3年前今6って言いましたよだってもうね数えられないのだって本当に分かんないんだから何人あでもそうやってみるとこの間なのに、うんうん、その時はそうだったのが、はい、今はもう違う違う違うその時はそうなんじゃないんですよそのじゃなくてそう後に本番があったんですよ、うん、公開稽古がねそう、はい、で実際に舞台を見たら、はいもう、まあ、まずね出てきた瞬間に、うん、もう存在感がすごいわけですよもう花があるわけここにもうオーラがあとね体感もすごかったのもう鋼が入ってるかのようにもうびくともしないまあまあまあ千葉真一さんの息子さんですけどねそうそうそうプラス、うん、声がすごい出てた思わず2人でえって顔見ちゃった彼にとってはそれ初舞台じゃ初ではない、その前にね花壇っていうのに出てるんですよ、うんはい、高校生役で出てるんだけどミュージカルだったんだけど、うんうんまあ、その時はそこまでなんか話題にはなってなかったの、うん、でその後に地球ゴージャスに出て、うん、割と脚光を浴びたっていうかもうめちゃくちゃ光ってたから、うん、もう長年舞台を見てる人からすると、うん、そこだけ違うっていうのは何が違うだからこうやってもオーラが出てるんです立ってるだけででしかも俺かっこいいじゃない、うん、お顔がね好みの問題児っていうわけじゃないいやいやいやとかじゃなくて、うん、もう客観的に見て、うん、で私思い出した終わった後に、うん、事務所の、うん、マッケンの事務所の方が、うんうん、いいでしょうちのマッケンこれから来るよってって言ってドヤ顔して帰ってきましたあと、うん、あ私ね最近なんですけど、うん、小滝望さん、うん、ジャニーズウエストの、うんはい去年ねエレファントマンやったんですよ、はい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 、で見たら、うん、普通の格好なんですね、うん、映画だとね小滝君のままですそう最初はねいろいろなんかちょっとメイキャップしたり、うん、なんか衣装でちょっとそのエレファントマンって感じを出すんだけど小滝君は全然普通の綺麗な顔のまんま、うん、普通の衣装すごいきちんとした衣装で出てくる、うん、なのにエレファントマンにしか見えないそうだけど、うんこうやってなんか動きとかこうやってるとなんか嫌味に見えたりすることってあるじゃないですか、うんうん、でもそれがなくてすごく自然に入ってきて、うん、エレファントマンになってるって綺麗な顔のまま、うん、私、うん、見てなかったんですけど、うん、ついこの間、うん、彼が賞を取ったんですよね、うん、優秀男優賞と杉村春子賞をダブル受賞してるんですよ、うんはい、で取ったからだと思うんですけれども後からもうそれ終わってるのに、うん、リモートでやってたので配信で見たんですよ、はいはいはい、そしたら本当に映画のエレファントマンとリンクしたんです、うん、それぐらいやっぱり私最初なんで見に行かなかったのかって言ったら映画の世界観を舞台で出すのは無理だろうなと思ったんですよ、うん、だからちょっと見に行かなかったんですけど、うん、島田さんから話を聞いて見たらもう一気に世界観に入っていけて、うん、いい作品ですよ本当にだから正直私もそんなに期待しないで見たんですで小滝君も2本目の舞台なんですよ、うんだけど堂々としてて、もう
本当に役に自然体で向き合ってなんか大変だったんだけどその無理してる感がない、うん、で杉村春子賞なんて藤原竜也さんとか満島ひかりさんとか、うん、あと去年はカリギュラの菅田将暉さんとかもそういう人たちが取ってきた賞でそこにあの本当に名前を並べたっていう感じになるから評価もされて、うん、それはそうですね、うん、いやすごいな。女性で言います、女性だ、広瀬アリスちゃんは、うん、三谷さんの作品に出たんですね。三谷幸喜さんの、はいはい、で、まあ、うん、コメディエンヌとして彼女って最高じゃないですか、うん、で私本当に舞台見て、あ、広瀬アリスちゃんっていいなって思ったんだけど、うん、本人はいつもどうやら電車で通ってたらしいんです、稽古場に、うん、で稽古が終わってホームでいつもできないから悔しくて泣いてたんですって、うん、いやあなた本当に素晴らしいですよっていう感じで、で、あの昔その広瀬兄弟でお話を聞いたことがあるんですけれども、すずちゃんと、すずちゃんは役を家に持って帰ることはなくて、もう現場に役を置いて帰れるんですね。すごいね。それもすごいんだよね。で家に帰ったらもうゲームとかするんだけれども、あのアリスちゃんはズズズズズズって引きずったまま帰るんですって。でタイプが違うんですよ。ああそうね。そう。だけど、ね、でもそのやっぱり引きずられるだけそこの役に多分入り込むっていうことだと、うん、あとコメディーができるっていうのが、うん、そこがねコメディエンドになった時って、うんうん、やっぱり一皮むけるっていうか、はいはい、すごく幅が広がってその後いい女優さんになったりするじゃないですか、うん、あのワロテンカで、うん、あのお笑いの、ね、夫婦でやるあの役やって結構お茶の間にそれで面白い女優さんってことが浸透したりしてそこからまたちょっと花開いてきたなっていう感じも私は受けるんだけど、うん、確かに確かに、あのテレビの普通のバラエティ番組とかに出てるのを見ても、うん、すごくセンスはありますよね、そういうのはもう思うし、うんうん、で、あのアナザースカイは一緒に今田耕司さんとやってたけど、うんうん、やはりああいう今田さんと一緒にやっててもあ彼女のそういうセンスの良さみたいなのはすごい光ってるじゃないですか、そんなにか、うん、あの口数が多いわけではないけれども、うんうん、多分ねすごく素直な方だから吸収が早いのかと思うんですけど、うん、これも今思い出したんですけれどもアリスさんがその、うん、まあ、付き合ってる方がいるって言った時に囲みがあったので、うん、まあ、私が聞きたいのは彼のことじゃないですか、うん、でそれを、まあ、でももうこれ直球だと思ってぶつけたら、うん、彼女わははって笑ったんですよ、うん、で、まあ、向こうにいた事務所の方はちょっとピキってなったんですけど、うん、アリスちゃんはそこでそういう時ってやっぱ固まっちゃう人と出るじゃないですか、うんうん、彼女わははって笑ったからなかなかいないね、そうわははは、ねでしょ、うん、そうきましたかみたいな感じで、うん、でもこれまだ付き合ってるなとも思ったし、うん、あもうすごい素直ないい子だなと思いました。あと何かあります、その、うんうん、あの、うん、さっき、うん、マッケンのことを綺麗って言ったじゃないですか、うん、もう一人とてつもなく綺麗な人がいるんです、綺麗、はい、岡田将生くんです、うん、もうあの初それを初舞台の時に、うん、本当にまあ初舞台だし、うん、まあ、彼は綺麗ならいいやぐらいな感じで私見に行ったんですね、うんうん、そしたら本当に、まあ、これマッケンとしたんですけどスーって現れた途端に岡田君の場合は全部がホワイトになりました。なんかちょっとね発光してるんだよね、うん、そう、うん、いや肌も綺麗じゃないですか、透き通ってるじゃないですか、色白で、でしかも何よりもセリフの言い方がテレビドラマのままなんですよ。で普通やっぱりすごい、ね、そうちょっと普通やっぱりこういう感じでなるじゃないですか、まあまあそうですね、そうすごく聞きやすいんです、セリフが聞きやすい、うん、うん、ね、それはある自然体で聞きやすくて、うん、でもちゃんと花もある、うん、すごいなと思って、それからファン舞台の岡田将生さんのファンになって、なんかここ数年ってもうちょっと前からですけど、うんうん、若い人たちが舞台をやるようになりましたよね。そう、あ今度竹内涼真さんもやるんですよ、うん、5月、ああ、はい、ミュージカル彼が私すごいこと言ったなと思ったら、うん、いやもう本当にファンの方も多くて何やってもみたいなこと言って、あそれはもうとっくに終わりましたって彼言ったんです。だからあ自分のことをすごく分析をしていて、うん、いつまでも、うん、やっぱりそのテレビとかだけじゃなくてやっぱり舞台ってハードル高いし、うんうん、それをやることで実力が上がるから、うん、あえて彼はそこに今挑戦するんだなと思って、うん、あすごいなって思いました。冷静に見てるよね、すごく見てる。じゃあこれからこの役者さんが期待をしたいとかそういう人います？あの、うん、もう十分すごいんですよ、うん、もう十分すごいんですけれども、うん、私は今すごく注目しているのは朱里さんと、それから朱里さんって水谷豊さんと伊藤蘭さんのお嬢さんですね、うんうん、
趣里さんと、うん、あと門脇麦さんですね。はい、麦ちゃんね。この2人に共通するのは、うん、体当たり、もうとにかくしこいてくださいみたいな感じで、うん、体で来るよね、うん、体で来る感じがもう、うん、門脇麦ちゃんって僕最初名前のインパクトがあってさ確かに麦ちゃん、いやもうなんかビールの CM 絶対来るぞと思った可愛くていい名前じゃないですか。いやそれも一つ大きな要素だと思うんですよ、まあ、ですね。誰ですか。私はね、うん、吉沢亮さんと岡田健史さんかな。あ、吉沢亮さんはね、あの国宝級イケメンって言ってやっぱり顔ばっかりクローズアップされたけど、はい、うん、なんかひょうひょうとしながらも、ね、元の才能がすごくある人 で、うん、でこの間プロデューサーズっていうミュージカルに初めて出たんだけど、うん、で歌は確かに他のミュージカル俳優と比べたらうまいってわけじゃないんだけど、うん、なんかねそこにいるだけで楽しいんですよあの人。すごく面白くって、まあ、ミュージカル俳優に囲まれてやってて、うん、だけどなんかねちょっとこじんまりしたなんかちょっとなんか面白い感じを醸し出せて、ちゃんと歌もうまかったしもちろん、うんうん、なんかねこの人こんな才能があるんだってびっくりした。で今もちろんあのタイガーやってるじゃないですか、うんうん、でタイガーやった後もすごく自分が見たかった、うん、あの見てすごくやりたかった舞台っていうのがあって、それ大河の後に決まってるんですけど、あの人どん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 こう成長していってるんじゃないかなと思って、で自分も顔がいいのは分かってるし、顔でこう言われてるけれども中身がやっぱり追いついてないっていうのが分かってるから勉強しなくちゃいけないなっていうのも、まあ、インタビューした時に言ってて、でそれでいろんな経験積んで勉強していったらちょっと凄まじくなるんじゃないかなと思って。あと岡田健史君はもう見るたんびに良くなって、なんかこの人の伸び率がすごいなって。まあそういう意味ではやっぱりエンターテインメントは大切ですね。そうですね、なんかこういう時代だからよりそういうふうに思いますね。お二人がまるで恋人のことを語ってるかのように目がキラキラしながら喋ってるのが印象的です。本当に私たちの趣味、ね、まあ趣味ね、数少ない趣味の一つっていうかね、っていうか私それしかない趣味、これぐらいしかないもんね、うん、か飲むことしかないで、あと飲むかね、はい、食べるかね、はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。